くり。7分遅く来ただけで完全に夜が明けてた。疲れからちょっとゆっくり来た。っていうかぐるぐる1人か2人しかいてない。ガラッガラッ。ああ、ちょっと荒れてるなと。ああ、疲れてるわ。昨日の豪快なファイトでフラフラ。やったんや。誰かおる思って思いっきり離れていきました。え？いやー昨日ね疲れてね、あんま寝てないんですよ。なかなか疲れ、寝て。僕は釣りでなんですけど。だから思ったらもう朝でしたからね。ああそうですか。3時間ですか。何時だかな。9時半10時頃かな。筋肉痛ですわ。もうよし、中潮二日目ぐらい。いやちょっと荒れてるな。トップ厳しいって感じだな。グローブが魚臭い。傷んでないな。昨日思いっきりサーフで。いや、クソバトったからな。お、おい。あんだけバトってもPのショックリーダー中入ってないよ。バッチリや。いい新品。ボロボロなってきたな。あ、今日はだいぶ遅いな。4月9日5時26分中潮2日目北北西の風3?4?4 になってるな。気温10度。ちょっと風強い。荒れてるで。スタートや。おりゃあ、ね、気持ちいいね。海は気持ちがいい。はいはい。あ、言うてたやつね。アザシンのフラッシュブレード。ほう。お、光ってる。え、あ、中でブルブルブル。へえ、フラッシュブースト、すげえ。バネかなんかになってるんですね。ですね。すげえなこれ。うわ、めっちゃ釣れそう。一回やってみようと思いました。そうですね。今からもう投げますか。じゃあ僕も買いますわ。フラッシュブースト対ワンガンミノで対決や。すげえ。中でブル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 って。あ、ブル。うわあ、うわあ、うわあ、またやってまた。ああ、ああもうか。むちゃくちゃやもうこれ。いや。え？どない？どないやな。ほら、うわうわうわ。
あれあれ、こっちもちょっとちょっとやこれ、あーぶっ刺さってる、あーどれへんだろうこれ、どうしようこれ、いやあかんな、ちょっと待って、えらいこっちゃこれ、キャー切った方が早いな、これはさっきこれ新編落としたくない、新編しまっとこう、さっき、いや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 、もう最近から何やってんのこれ、ハサミ、ハサミで切った方が早い、勘弁してくれ、あそうや、昨日まあいいか、まあいいか、お楽しみにしとこう、ブース対ワンガンミノー勝負対決だ、どっちが先ルアーチェンジしたいって言い出すかな、ガラガラやで、右誰もいない、コルソンだけ左もほら誰も映り込んで、すんごいガラガラ、もう5時半や、対決スタートや、あー遡るとこで対決したかったな帽子をいいやったらええ対決になるけど、遡らんかったら対決にならへんわ、どうもボラってんな、ボラんとこでやれば対決一発でもあるけど、それ釣れるじゃなくて引っかかってるやんかな、あー寒い寒いわ、右後ろから風切れる、もう一段置いとこうか、映り込んでるな、よし映り込むから、もう一段下がった、編集が大変なんですよね、モザイクかけるの、波の音が心地いいね、サーフの音も波の音もすっげー気持ちよかったけど、あのサーフのタモ入れ線での楽やったな、ようしゃべんな、5時33分、寒い、アイス買ってきた日に限って寒い、36分、生命感ゼロ生命感ゼロやな、巻き軽いっすか、巻くの軽いですか、セットアッパーとか使ってます、セットアッパーとか使ってます、どっちが軽いですか、それとそっちの巻き軽い、ワンガンミノーもセットアッパーより巻き軽いんでね、巻き軽いらしいで、37、巻きが重いと疲れるからな、なんか場所
所間違えたんかっていうぐらい人おらんで、ほんまに5時38分1分しか経ってない。ほんまに人おれへんで、昨日満員やったのに場所間違えたんかっていうぐらい人おらへん。中潮2日目やねえ、なんか怪しい動きしましたね。怪しい動きしましたね。目の前で水鳥が水中浮かがってたで。54分、何もせんと飛んでてもったけどな。今日は喉乾いた。ほらアイス、寒いのにアイス、何してんねん。冷たい、寒いのにアイス、あー余計冷えた。海の中も冷たそうやなこれ。はい、6時、ドキドキタイムスタート。全然なんかドキドキする雰囲気ないけど、寒いしめっちゃ寒いで今日は。だんだん強いなってきた風。あールアチェンジしたなってきたな。対決どころちゃうで、ボトムにいてそうやもんな。あったもん、トップにいないよこれ。白波立ってるやん、白波立ってる。潮風は気持ちいいけどな、強すぎるな。昨日とは全く違うなこの雰囲気は。寒い、休憩してるで。コロさん釣りしようよ。休憩してるでな。3分。え、風強いですね。だん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 強くなってきてますよ。めっちゃ寒い、寒い、白波立ってますよ。白波立ってますよ。寒いで。4分、全然時間進まんな、寒くて。うわまともや。うわ吹け糸すんごいよこれ、爆風や。もうこれ6は吹いてるな。7近くやなこれ。うわ寒い、これジグの方がいいで。変えようかな。あっさり対決放棄しようかな。風強すぎて飛べへんすわ。ジグに変えようかな。全然飛べへん、いつもの半分ぐらいしか飛べへんね。はい、あっさり試合放棄、飛べへん。風、いた。試合終了や。今日は覚えてるで。サムライジグ、ヨシビートからプロスヤコ、覚えてるで今日は。やっと空き箱捨てれるわ。6時8分。ドキドキタイム中の起きて破ってジグ変更。あ、コルさんも変えてるわ。あー飛ぶわやっぱりジグ。
ワンガンミノの3倍飛んだぜ。やっぱジグはジギングって感じ、はい、やっぱりジグはねジギングって気持ちになるわ。ジグですか、ジグ、え、あ、モンスターショット、ああピンクの、ああ僕がエビるって言ってエビらんかったやつですね。6時9分なかなか面白いチョイスしてくれた。モンスターショットやった、エビるでー言うたのにコロさんはエビらんかった。自分のしゃくり方の問題やったってやつや。6時21分ドキドキタイム終了。爆風やで、風速7ぐらいな体感。こっちは今日は水鳥どころか観光鳥鳴いてるで、ほんまにもう帰りたい。帰りたくなるね。寒いわ、正面からの風やったら期待できるけどな、右、真横やもんな。毛糸すごいでこれ、もうむちゃくちゃ寒いっす。7ぐらい吹いてますよこれ、爆風、めっちゃ寒いわ。うねり倒してるし、もうやばいぐらいうねってきた。6時23分な8分か、うねってるうねってる、もうこれほらザバザバ言うてる。見た目と動画とちゃうやろけどな、これサビドッポドッポ。ザバザバ言うてる。うねってきた、うねってきたで、これまた来た、また来た。うわでかいよこれ。うわサブ、おーザップ、おー周期かかった、すっげー爆風。うーわ爆風や。6時32分4ってなんで4や、4ちゃうよ、7。わかりにくいですね、ジグの動きがわからないですね。ジグの動きがわからんぐらい風吹いてるで。40分、そうか、 40g のジグを2つつないで 80g に投げたのかな。40g でもなかなか底取りにくいぐらい吹いてるやんかね、すげえ風や、知らないバンバン立ってるで。いやーすげえ、うわー寒い、なんでアイス買ってきた日に寒いんや。ラフ系と何もの出てくで、勝手に風で。キャストしたとほらほらほら、すごい勢い、すごいすごい、ケイトバン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 出てくる、ほらほらほら、おーやっと止まった、あーすげ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 ー。なんちゅうかね、はい、42分
釣れなさすぎて遊んでしまうわ。デレデレデーデレデレデーデレ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 、おー今まで見たことないとこまで出た。おーすげえこの色まで出た、初めて。すげえ。44分。うおおすんごい波や。おおやばいやばいやばい、これ。おうおうおおお、ザッパン言うてるで。ああ、位置だ、位置上がるか。うわすげえすげえ。40、え全然時間進めへんやん。6時46分まだ4のままや。すごいね、8ぐらい吹いてんじゃん。おー、もうものすごいで風やば。58分、やばい、ものすごい風とうねり、8ぐらい吹いてんじゃん。うわー、このサップよ、これやばいぐらい寒いで。トロさんおれへんかったし、ちょっと今日は珍しく休憩したくなってきた。すんごいで、これごっついね。うわ倒れるわ、寒っ。釣れる気がしない投げてもそこ取れないでしょ。取る、まあなんとなくは分かるんですけどね、吹け糸が邪魔してね。シャクってもうよ、いつもみたいにシャキシャキシャキっていう動きしてくれないですね。寒い。堤防のそっち側も吹いてます？こっちまだ吹いてますけど、前マシですよやっぱり、はい、この間も堤防上がったらここ結構吹いてて、上がったらそっち行ったら全然吹いてなくて、ほんまきついなこれ。やばいぐらい吹いてきた。お、ええ感じやん。倒れへん倒れへん、ほら倒れへんね。この爆風の中水汲みバケツ倒れへん、いい感じや。いいテストができた。いいね、サイタペ爆風でも倒れない。あー寒いな、珍しく休憩や。7時や、珍しく休憩してます。あーいやー疲れた。寒いけどこれしか飲むもんがない。うわ寒い、寒いのに冷たいのしか飲むもんがないという。あ一日で変わるな、ごっつい白波やな。一日で変わるで。7時1分、寒っ。昨日ね、昨日の夕方ね、朝からムーさん来てね、で、だから昨日の朝に聞いて、昨日行ってきたって言って、3時半頃着いてのんびり行って、ほんなら全面の油ザーって怒ってたって言って、ほんで最初は沖の方におるけど、だんだん時間たってきた、近づいてきて、ほんでナブラ打ちみんなうわーってやってるけど、かからん、なかなかかからんって言って、で両隣の人が釣れてムーさんは釣れへんかったって言って、ほんで朝から早起きしていくより夕方のんびり行った方がええでっていうのを聞いてて、ほんで仕事とか YouTube の編集とか終わらして
パッて時計見たら、お、あのナビで見たら1時間って言ってた。お、今から行ったら間に合うなと思って、で5時頃着いて行ったらドワーってナブラ起こってて、もうみんな投げまくってんすよ、一人して。ほんでその間にもナブラなくなってる間にみんながこっち来て、手伝ったのか手伝ったのか、大丈夫かって、座ったままでも引きずり込まれていってんすよ、みんなの方に。っていうか、先週僕釣って、あの後日曜日も釣れたらしいんですよ。4本ぐらい上がってるんですよ、雨降るまでに。で雨降って冷えたじゃないですか、それで散ったんですよ、水温下がって。だからまたぬくなれば戻ってきますよ。昨日水鳥来とったんですけどね、この寒さじゃ来えへんすわ。ああ、けど大体ね8時以降なんですよ、日が完全に昇ってからですね。だからニャホニャホさんに言われましたよ、ホーバーさんが帰った後ですよみんなって連れてんのいや冷蔵庫入れてます。いやもう家帰ったら飯食ってて、ね、もうそのまま冷蔵庫掘り込んで飯食って、もう飲むじゃないですか、僕食べ終わったらすぐ寝ましたもん今日騒いでくれって言われました。え、毎日飲みますよ、昨日も6本飲みました飲みに行ったら10杯飲みますよ、あの生は。あ、いや、歳って一緒じゃないですか一緒じゃないですかほんまね、もう飲んでるんですけど、はい、僕6本飲んでまだ飲みたいけど、あかんって止められますからね。よそ見してる時に一本ポって持ってかれて冷蔵庫入れられたことありますよどこ行った一本って言うたら、そんだけガバガバ飲んでたら一本ぐらいなくなっても気づけへんと思ったけど、気づいたなって言われてあれまだ5本のはずやけどなとか思って。ほんまにもう明日からあれだけ飲んでしまうんで、な、僕は6本って決めてるんですよ。この間和歌山に遠征行ったじゃないですか、あの日1年ぶりに酒抜きましたよ。はい、飲んだら今日も終わったって思えるじゃないですか、運転もせえへんなるし、そのなんか気持ちのリセットって感じですよね。ただ飲みたいだけですけど。お、7時10分一時帰宅あるんかな、釣りしてへんけど。あ、そうなんですね。一時いろいろ飲みましたけどね、日本酒からウイスキーからバーボンやらなんやら、やっぱりビールが一番うまいね。息子と和歌山行って車中泊した時8本飲みましたよ10本持ってったんですよ、一応気づいたら8本飲んでて。それでも朝ちゃんと寝たんが11時ぐらいで、で4時半頃起きて釣り行きましたよ。登らないです全然。一回僕あのアルコールチェッカーってあるじゃないですか、あれ店に置いてるやつあって、
どんなもんでなくなるかなって実験したろうと思って、500いっぱい飲んですぐチェックしてアルコール出えへんかって、ほんで10分ぐらいしたらちょっとだけ出て、で20分ぐらいしたらゼロに戻って、ほんでバーって3杯4杯一気に飲んでやったら、その後ずーっと時間経ってもアルコール度数が出たまんまでした。3分12分、全然釣る気しねえ。嫁さんに渡したんですよ。ほなグッて重たーとか言っていつも釣りの話聞けへんのに珍しく聞いてくれましたよ。あ、財布でも何でも来ますよ。はい。あ、はい。いつも行ったらやるんですよ。ね、ギャラリーすごいですよ後ろ。で子供が真似して手でやるんですけど、手じゃ来ない。なぜか。前財布でやった、財布でも来ましょう。バーって動かしたら、あ、動物すっげー反応されるんですよ。餌やり行ってカバのね餌やり体験やったんですよ。ほんであまり怒らせたりっていうか激しい行動したらガッてくるから気をつけてくださいねって言われて、別に普通にやってたのにグワッて来て、で飼育員の人が なんかでカバ止めて、もうちょいで僕噛まれるとこでしたよ。あとなんか何の鳥か忘れたんですけど、みんなが泣き真似してたんですけど誰も反応せへんかって、僕が「あー」って言うたら2羽おったんですけど、2羽とブワーって跳ね、バタバタさせて雄たけび上げ出して「なんで?」とか言うて帰りますか。もうおっても寒いだけっすよね。初めてや、早じまい。7時20分、早じまいしようか。初めてですよ、45分までに終わろうかなって思うの。ああ、もう向こうもおれへんなってるね。帰りますか。寒いだけ、風邪いくわこれ。ああ寒い、寒すぎるわ、風邪ひくで。水捨てる時だけはサウナで使われ。ほらこの爆風でも倒れる。若干の早じまい、寒すぎる。おーすごい風、飛ばされそうや。よいしょー。あ、ここ来たらマシや。なぜかアップルウォッチは風速4ってなってますけど、これ7ぐらい吹いてますよ。吹いてますよね。ねえ、ほんま寒いわ。クーラーボックス持ってきてるんですね。持ってきてないですか。釣れそうな聞いたんですよね。ねえ、昨日の状態から考えたら絶対いい雰囲気になると思ったらまさかの爆風。昨日の動画見てたら、昨日の時のね動画見てたら結構ね、夜なってきてる感じだったんですけどね、まさかの爆風やと、びっくりや。寒すぎるわ。あ、ここまで来たら風吹いてない。ここまで ね、 ね、すげえ不思議やな。何ノットっすかそれ。ノット。ああそうです。ああおはようございます。いやもう爆風で釣りにならないです。ねえ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。8連敗です。
SC でもうちょいでブリクロス上げても楽勝でしたよ。普通の SC ですよこれ。ビクドもしなかったですよ。でも今年2本目ですね。そうですね。僕も来週ジーバス行きます。ああはい。日曜日も行きますよ。息子と一緒に。息子にデビューですか。はい。息子に動画見したんですよ。はい、ナブラのね、はいはい、これで見たいかって言って、はい、釣りたいかって言ったら行く行く行くって言うから。ねえまだパパさんとお子さん小さいから。はい。っていうか前の D やったらすごい高さあったじゃないですか。はいはいはい、だから息子もこうね投げるの投げにくいって言って、ハーフやから全然平気やから ねライフジャケットもいらんし、うん、あそこやったら投げるの練習広いからええー、わー思って。ここ来て来てやらここの編集したら間に合いですよ。だからもう死ぬ釣りの動画なんか4ほど溜まってるんですけどね。で今日も行くんですか。いや今日行けるかちょっと分かんないですけどね。お疲れ様でした。またお願いします。この早島いい。わあ海だけやな。風吹いてんの上がってきた。全然吹いてない。だから4なのか。けどえこれ、ね、あーありがとうございます。5時ぐらいに行こうかな思ったんですけど、はい、まだ来られてなかったんで。ああちょっと今日は疲れて昨日はい、かなりでかいやつと、はいはい、夕方バトルして。あれってどの辺になるんですか。ナンブラドワーって今年全然一匹も釣れてないんで、あどうしても釣りたいんで、はい、行こうかなと思ったんですけど。それでもね、はい、厳しかったですよ。あ、ほんますか。ナンブラドワーって怒ってて、ナンブラの向こう側投げて、はい、野郎がナンブラに突っ込もう、突っ込んで落とそうが全然かからない。昨日も何十人で投げて何ブレ何歩でも怒ってるけど、はい、誰もヒットしないんですよ、はいはい、ほんで人消えたなと思って、はい、沖から来るんじゃなくて、はい、目の前でボーっていないでるんですよ。すごいっすよ。全然見たことないですね。そんなのほんまにすごかったっすよ。近々そこちょっと行かせてもらいます。はい、早く行った方がいいと思います。前もそうやって釣れたって言ってて、はい、結局すぐ終わっちゃったんで、うん、明日か明後日ぐらい。そうですね、早く行った方がいいですね。わかりました。 ありがとうございます。すみません。すみません。コーヒーとハッピーターンもらった。コーヒーとハッピーターンもらった。ありがとうございます。すげえわ。目は選ぶな。怒ってかかったね。なんかめっちゃかかった。100均ジグに変えよう。あんだけ近づくんすね。いますかね。でかっ。あ、でかいでかい。気持ちいい。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいと思っていただけた方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしています。